では私を知るということについて、私たち人間にはたくさんの可能性があるんですよ。ただ他人の目や損得感情で腹の底からの声を押し殺して生きてきたんですね。なので、今からお伝えする2つの方法があるんですけれども、これだと結構ちょっと分かりやすいんですね。で、1つ目はずっと前からある一番自分にとって怖いもの、そして直視したくないものです。例えばずっとお金の問題がついて回っている、ずっと借金があるとか、ずっとパートナーのことで苦労するとか、例えば何度も同じようなパートナーでどうしてこんなんばっかりなんだろうとか、そういったことですね。はい、で、私たちはよりドラマチックにするために人生ストーリーを描いて生きてきているっていうことを、前回お話しましたよね。なのでこの苦労するということがずっと続いているということは、実はここが人生ストーリーの大逆転のポイントなんですね。要はここに伸びしろがあるってことなんです。で、お金にいつも困っている人というのは、お金がもっともっと稼げる能力があるっていうことなんですよ。でもそんなの無理と思っているから困る現実が起きるんですね。はい、そして困っ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 て、いつまでこんなこと続くのってなりますよね。感情が爆発するわけです。で、そうなるとですね、絶対もうお金に困らない生活してみせると一念発起して起業したりするわけですよね。で、そうなるとお金の現状に直視しないといけなくなりますよね。実際に借金どれぐらいあって、どれぐらい稼いで、どれぐらいお金を入れて、どうしたらいいのかっていうことを、今まではなんとなく、あ、借金やだなとか、あ、リボ払いずるずる続くなとか言ってたんですけど、もう今はもうやんなきゃいけない、いくらあんのよ借金とか言って直視するようになるわけですよ。で、そうするとですね、お金が稼げる能力が開花するんです。このような人生ストーリーを描いてきているってことなんですよ。はい。で、要はお金にずっと困っていた私が起業で成功という、映画になりそうなストーリーの完成ということなんですね。はい。なので同じようにいつもパートナーに困っているという人も、例えば将来パートナーの問題専門家として何かをしたりするとか、そういう人生ストーリーを描いてきているのかもしれないんですね。はい、でもですね、これはどれか一つっていうことなんですよ。なので現状でお金もパートナーも仕事も人間関係も環境も、全部苦しいという状況であれば、それは、根本から立て直す必要があります。で、これはもう本音で生きてないっていうことなんですね。なので全てが空回りになっていく、本音で生きなさいっていう意味なんですね。はい、では2つ目、過去に諦めていたもの、子どもの頃になりたかったもの。はい、で、これはですね、親や先生の受けがいいと思って言ったものではないんですよね。もっと子供って純粋じゃないですか。将来はお化けになるとか。でも、もしかしたらそんな中に何かがあるんですね。今はお化け屋敷を作るクリエイターになっているとか、何かゲームでホラー映画専門の何かをやっているとか、そういうことかも実は知れないんですね。はい。で、ちなみになんですけれど、私は、漫画家になりたかったんですよ、昔。はい、で、こっそり書いてたりしたんですね。でも、ある日ちょっと机の中に隠していたのを見つかって、で、兄にすごいバカにされて、それから恥ずかしくなってやめてしまったんですね。はい。で、時は流れ、今になるんですけれども、漫画は今はそんなに興味はないんですけれども、実は今になって絵を描きたいという願望が、何かこう下からふつふつと湧き上がってきているんですよ。
で、そしたらですね、とっても気になる方との出会いがあって、で、私のあこういうことを書きたいんだ、こういうことをやりたいんだっていう子宮の声が聞こえるようになってきたんですね。はい。で、これってなんで絵なんだろう、いつ頃なんだろうと思って思い返してみると、やはり子供の時の漫画を描いていたってことが原点なんですよ。はい。あと、この講座もなんですけれども、実は私は文章ではなく圧倒的にビジュアルで理解するのが好きな人間なんですね。なので、動画で見て、そして今どこに現在地がどこにあるのかとか、宇宙の仕組みとかが、文字ではなくて、で、大判のこのポスターで一目で見て分かるようなものを作りたかったんですよ。はい。で、これはですね、子供の時にやっぱりこう何かを書いたり目で見たりとか、実は好きだったとかいうものがすごく今もある本能に関係してるんじゃないかなと思うんですね。